お私、福島でスナックのままやってるんだけど、ちょっと変わったお客さんの話聞いてくれるどう見ても全ンズラのアマチュアカメラマンのみやびさんっていたのね。絶対70歳ぐらいなんだけど、56って言い張ってたんだ。で私、そのみやびさんに気に入らっち、写真のモデルになってくれって言わっちゃうのね。 みやびさんって基本が外国人の女性しか撮んないんだけど、まあこの通り外国人っぽいから撮りたいっつって言われたのよ。だから、まあ結構店にも来てくれるしいいがなと思って、真冬にあの、公園で撮ってもらったのよ。ある時店来た時にうちの従業員が酔っ払っちゃって、 みやびさんの後ろで踊り始めたのね。わーわーってやってたら、みやびさんのズラにたッて当たって、ズラが若干ずれて、<え>やばーって思ったもんね。もうそこは、あだしの水商売のいぶし銀のテクニックで、みやびさんっつって、さりげなく、顔触るふりして、ズラ直した。ある日、長くしてる、 ボーイズバーのオーナーが、あの、朝っぱらから電話よこしたのよ。何だいこんな朝っぱらからと思って電話出たのね。そしたっけめぐちゃん、俺、仕事終わって、セブンイレブンで買い物して帰ろうと思ったら、怪しいじじいが、めぐちゃんの写真を拡大コピーしてんの。すげえ死ぬほど拡大コピーしてんのよ。って言ってきたから、 え、そのじいちゃんの特徴を言ってつったら、完全に全面って言ったのね。だから、私は、ああ、それね、うちのお客さんで、みやびさんつんだけど、まあ、全面でそういればで、写真撮るのが趣味で、この前撮ってもらったんだ。それだべ、それ。つって、いやー俺、めぐちゃんがなんかの次元に巻き込まれてって思って、 焦って電話したんだ。もう眠気さべだわー。つって。あはは、ごめんごめん。ありがとうありがとう。またねー。つって。次の日、みやびさんが、あしの写真を拡大コピーしたやつをあ、ファイルに閉じて持ってきてくれました。<laughs> 最近、全然来ないけど、今頃何してるかな。<laughs> みんな、お願いだから。 いいね、押してってね。よろしくね。バイバイ。